本当はあれなんですね、私お金を稼ぎたいっていうのは実は全然なくて、宇宙ステーション、自分の宇宙ステーションを持ちたいっていうのはあるんですけど、宇宙ステーションを持てれば、まあ例えば地上の生活がね、まあ普通の生活でも、いやちょっと待ってよ、それ違うから、まあある程度別にお金を持ってきたいっていうのがあんまないんですよね。もちろんエベレストも行きたいし、できることはセブンサミットね、地球上の一番高いところ3、7個か行きたいですね。でそれで地球上の高いところ行き尽くしたら、自分の今までやってた有限会社銀河ヒッチハイカーズっていう宇宙の会社やってたんですけど、それ一回畳んでるんで、そいつをね今度は株式会社有限銀河ヒッチハイカーズかで、もう一回復活させて宇宙にの分野にもう一回復活するっていうのはね、その間違いなく自分の中にある、計画の一つだったり、まあ例えば江ノ島の裏側ですね、海側しか行けないような崖の中腹に客室が3、4部屋のもう超もう最高にいい雰囲気のホテルを作る、ホテルっていうのか3、4室だとビラっていうんですかね、とかね、そういうの絶対やりたいなと思ってるんですけどね、江ノ島の裏側っていうのはずっと私のイメージであるんですよね。なんで江ノ島かっていうと、私東京に住んでるんで、江ノ島あたりだとねまあ行きやすいんですよ、次の日が仕事でもね。でにもかかわらず、あの裏側っていうのは海しか見えないんですよね。それともう日常生活全く忘れられるんですよね。だからそういうところに船でしか回り込めないようなところに階段作って、もう誰にも知られないような、もうほんと紹介だけのホテルを作る。で、ね、食事も最高の一品二品ですね。延泊は考えてないんで、ほんと1日1泊2日、もしくは2日ぐらいだけちょっと休んでリセットするっていう感じなんで、ずっと1週間滞在とかそういうの考えてないんで、本当にうまい食事を1泊分3食ぐらいかな、それはでも本気でうまい食事で、あとは最高のマッサージと最高の音楽、最高の匂い、最高の照明、最高の日の出、最高の夕日、そういったもののねホテルを作りたいんですよね。それはね日本だと江ノ島なんですけど、他の国で行ったら、まあ、分かんないです、まだ行ったことないんで、ニューギニアとかね、まあどっかの山の山頂とかね、もうほんとちっちゃくていいんですよね。そういうところをね作りたいんですよね。だからねお金を稼ぎたいっていうのは全くないんですよね。自分のためにヨットクルークルーザーとかヘリコプターを持ちたいとかね、それ昔はちょっとね書いたこともあったんですけどね、全然欲求としてはないですね、本当ね。だからお金がまあ何兆あるとかもねあんま関係なくて、もうそれがあれさえすればいい。あと宇宙ステーション、宇宙ステーション、私のモジュールはもう360度ガラス張りの、もう上も下も全部どこ見ても透明、そこのもう円球のモジュールです、そこでねもう何も無音の中ね、宇宙の中で、目をつぶっても目を開けててもいいんですけど、ゆっくりと座禅する、もう最高ですよね。このイメージは昔からあるんですよね。で死ぬ時は宇宙の彼方にポーンとこう投げてもらう、宇宙服はもちろん着るんでしょうけど、ずっとそうするとずっと多分進んでいくんじゃないですかね、わかんないです。そこら辺の勉強はしっかりしてないんで、最高ですよね。なんでお金をいくら稼ぎたいとか
いい車乗りたいっていう願望もないんですけど、ね、いい空間は好きなんで、いい空間には身を置いていたいっていうのはありますね。スタイリッシュな空間というか、あといい音楽、食事も別に私そんなこだわりはないんですけど、まあ少なくとも美味しい食事といい香り、いい照明、ほんとね、お金を稼ぎたいっていうのは全然ないんですけどね。あとはですね、まあそれはちょっと個人的な欲求というか欲望というかなんですけど、やっぱりね、私も子供ができて、今私こういう考えを自然にできるようにはなりましたけど、まあ自分でいろいろ本読んだり、まあいろんなカットあったりして、ここのまで、まあ、自分を、持ってきてるんですけど、でもやっぱりね、教育としてね、自分のやりたいことをもうやれるんだというかね、自分のやりたいことをもうやってみようという、そういう自然なね、発想につながるような教育をね、若い子たち、もう子供たちにしていきたいんですよね。それはうちの娘、もちろん3人いるうちの娘に対してはそうなんですけど、それ以外もですね、若い子にはね、絶対もったいないですね。人生が、人生ってほんと楽しいのにね、ほんと楽しくて可能性あふれてるのに、それをね、もったいないですよね。まあ、ここに生まれてきたことすら奇跡なんですけどね。でまあこれまた生まれ変われるかなんてもう分かんないわけですし、せっかく生まれてきたんだったらね、自分がやりたいことをやるべきですよね。しかも自分がやりたいことを、自分の心に聞ける、そういう技術がね、自分のやりたいことが分かんないって方がやっぱ多いですね。私も昔そうでしたけど、やっぱそれっていうのはやっぱいろいろ行動して、まあこれが好きだなとかこれが好きじゃないなとかやってみないと分かんないですよね。だからまあ何が一番大切かっていうと、やってみる。もうなんでそんなことやんのって周りからバカにされようが、もうやってみるっていう姿勢をね、もう若い子には心の底から、体の芯から覚えてもらえるような、そんなね、教育機関というか、それを本当作りたいですね。まあ、少なくともうちの娘たちにはそうなってほしい。もう勉強とかね、学歴とか全く関係ないですよ。どうなってほしいかというと、本当自分の人生をその子たちが、まあ、うちの娘たちだとしたら、娘たちが振り返って、まあ私も最高だと、まあ私から見たら、なんでそんな生活してるんだとかね、なんでそんなひもじい生活してるんだと思ったとしても、娘たちが好きでやってて、まあそれが心地いいと思うのであれば、もう自ら選択してくれるような、そんなね、芯の強い子に育ってほしいですよ。まあこれね、独り言です。独り言なんですけど、3年間思いついたらずっと言い続けます。誰に語ってるわけでもないんですけど、どっちかというと自分自身への確認ですね。あとどっちかというと届けたいのは、うちの娘とか、まずはうちの奥さんですね。まあ届かなくても、まあ、まあ届いた方がいいですけど、届かなくても今は別に気にしないですね。でもこれを、世の中の人に届けられるような男にはなっていきたいと思ってますし、そういった何か機関を作りたいとは思ってます。本当に、いや本当でもね、人生って素晴らしいんですね。私高校とか学生時代ね、人生素晴らしいと思ってなかったですからね。いや素晴らしいものなんだろうなと思いつつ、自分のことも嫌いでしたからね。いやでもね、やっぱり心一つの置き所ですから、本当にもったいないです人生。もしそう思えてない方がまだいるのであれば、それを伝えていきたいですね。